皆さんこんにちは。今回のご紹介なんですが、アキーヨの AKY-NV360、 こちらの前後フルナイトビジョン仕様のドライブレコーダーのご紹介をいたします。今まで AKY-NV360 の NV360 なんですけれども、フロントナイトビジョンでリアが通常ドラレコという形でアキーヨからは販売されておりました。ラブーンの企画ものということで、まあ、今回フロントに通常カメラでリアナイトビジョン仕様のドライブレコーダーというのを販売させていただいておるんですけれども、さらに今回ナイトビジョンに強化した NV360 ということで、フロントとリア両方ナイトビジョンカメラ仕様の NV360、まあ、こちらの方も興味を持たれている方もいらっしゃると思いますので、今回詳細についてご紹介をしていきたいと思います。今回こちらの NV360 なんですけれども、通常こういった使い方ができないものになってます。 NVX に関してはオンダッシュで置ける台座というのがついていて、またこちら、これはですね、ラブーンのオリジナル製品のトヨタ純正 LMR の001というデジタルミラーなんですけれども、これはまた2月の末頃販売する予定でおりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思うんですけれども、ここに取り付けるのが NV360 というナイトビジョンドライブレコーダーでした。また360という名前の由来から、このミラーの下に360度カメラがついていて、駐車監視に強化したモデルということになっていたわけなんですけれども、今回新たにラブーンの企画ものということで提案させていただくのは、前後ナイトビジョンカメラにして、ナイトビジョンに特化した NV360 ということでご提案をさせていただく製品となっております。で、こちらの方の詳細を今回ご紹介をしていこうと思うんですけれども、今回こういった形でナイトビジョンに特化して使用していくということで、オンダッシュで取り付けの方を行っております。で、今回は私こちらなんですけれども、こういった、これも何度も出てきてるんですけれども、マックスインのこれウェッジマウントなんですけれども、これを使っています。で、さらにゴムバンドタイプですので、まあ、バンドで留めて、また配線類もこの裏を通すことがこんな形でできるようになっておりますので、結構オンダッシュで使うに際しても割とスマートに使える仕様となってます。で、また今回オンダッシュとして使うので、この360度カメラはもう使わない前提ということで、これ干渉してしまいますので前に向けて使用の方をしています。で、またこれマックスインの製品なんですけれども、先ほどのウェッジマウントとセットでも販売しているこちらのマウントを使用しています。これ使わないときはもうこの状態にしといて、使うときはこのようにはめて使うということで、ゴムバンドタイプのこのデジタルミラーというのをオンダッシュとして使える台座というものもサードパーティー製で売っておりますので、今回は私はこういった形で取り付けの方を行っております。また今回これ NV360 なんですけれども、実は NVX でも前後フルナイトビジョンという企画を今検討しておりまして、実は準備の方をアキーヨの方でさせていただいているということになっております。 NVX に関してはこういった私みたいにサードパーティー製の台座というものを使わずとも、付属品の台座を使うだけで前にポンと置くことも可能となっておりますし、またこういった360度カメラ等のナイトビジョンで使う場合に不要となる機能というのは一切ついてないものとなっておりまして、ナイトビジョンとして使う分においては非常にシンプルな製品となっておりますので、まあ、そちらの方も後ほどご紹介をさせていただこうと思いますので、合わせてご検討いただければなと思います。以上のような取り付け方をしますと、この360度カメラもダッシュボードに当たらず破損することなく、NVX と同じような感じで
前後、ナイトビジョンドライブレコーダーとして使用するということが可能となっております。ちなみに、この、これピンジャックなんですけれども、これ自体は、今回 NV360 で使用しているものなんですけれども、NVX は、このピンジャックではなくて、カプラータイプとなっているということになっておりますので、前がナイトビジョンカメラで、リアが通常カメラなので、カプラーの端子の互換性がないということがありまして、今現状では NVX は前後フルナイトビジョン化というのができないんですけれども、この NV360 に関しては、こちらとこちら、前後同じピンジャックの端子となっていることから、カメラをもう一つ、購入していただくことによって前後フルナイトビジョン化できるということで、まあ、今回このタイミングで NV360 の方法を先にフルナイトビジョン化として使えるというご紹介を、まあ、させていただいているということになっております。でちなみにこれ周りの状況を見ていただいてもお分かりいただけると思うんですけれど、これ周りが明るいとどうしてもこのミラー自体が輝度が低い、またはカメラ自体の映像が暗いという場合ですと見にくくなります。で通常のミラーどんな感じかと言いますと、もう一度ラブーンの LMR の001をご紹介していくんですけど、まあ、こんな感じです。雪、周りが雪景色で明るい状態になりますと、やはりこういったモニターって見にくいわけなんですけれども、この LMR の -001 も非常に輝度値が高くて、MDR の PRO1 と基本的なスペックっていうのは変わらないようになっています。で、これ、モニターの輝度が1800カンデラで、また、デジタル信号 LVDS 方式になっているので、この画像自体も滲みがなくて、高精細に映すことができるので、こういった明るい場所等でも非常に美しく映像がくっきりと映る仕様のものになっています。またフレームレートも 60fps ということから、もう肉眼で見ている状況と変わらないようなクオリティの映像になっているというのが、まあ特徴的なところではあるんですけれども、まあこういった非常に輝度値の高いミラーと比較をしても、まあもう一度見ていただくんですけれども、まあ通常ですと周りが明るいので当然こう映り込みっていうのもすごく気になるところだと思います。映り込んでしまってモニターの映像が見えにくいっていうことがあったりすると思うんですけれども、これ自体はモニターの輝度自体は先ほどの LMR の001と比べると低くはなってるんですけれども、ただ映像自体ですね、カメラ自体がナイトビジョンカメラということになっておりまして、レンズが大口径のレンズを使っていて、またイメージセンサー自体も通常のドライブレコーダーよりもさらに大きいものを使っているということもありまして、カメラに光が入りやすくなっているということで映像が非常に明るいということで、まあモニターの輝度値はさほど高いものではないんですけれども、カメラの映像自体が非常に明るいということでこれだけの視認性を誇っているということになっています。また後ほど夜間の方が非常にナイトビジョンドライブレコーダーを使うメリットというのがありますので、ご紹介をしていきたいと思います。また、この NV360 をナイトビジョンとして使った場合の私の使用例ということでご紹介していこうと思います。で、こちらが前、で、こちらが後ろということになっているんですけれども、この NV360 は以前の動画でもご紹介しているんですけれども、いくつか表示切り替えができるようになっています。まあ、このように6つの表示切り替えができるようになっているんですけれども、もうナイトビジョンとして使う場合になりますと、もうこれか、これ、5番か6番になってきます。で、これですと、まあ、50対50ということになっていて、こちらになりますと、まあ、4対6みたいな形ですね。4対6ということになっておりまして、まあ、こちらが、まあ、リアで、まあ、こちらがフロント。で、場合によっては、まあ、フロントの方を強調したい場合は、まあ、この映像をこちらに持っていくこともできます。このピンジャック自体の位置を変えてあげることによって、この映像の位置を変えることができるようになっておりますので、まあ、そこはお好みに応じて設定していただけるんですけれども、私の場合は、まあ、南関東ということで、どちらかというと、後ろから車が来ているのか来ていないのかっていうのが、まあ、一番気になるところではありますので、まあ、そういった意味で、
私の場合は、まあ、こちらを後方にしています。で、こちらの場合はこのようにアングルの調整っていうのも、まあ、可能になっているということになりますので、優先順位を決めて、この映像の位置というのを設定するということができるようになっています。これにタップしていただきますと、一つの画面で見ることももちろん可能になっております。こちらがリアのナイトビジョンカメラを使った時の映像。で、また、こちら、タップしていただきますと、フロントのナイトビジョンカメラの映像ということになっておりますので、先日、高速道路走ってきたんですけれども、高速道路とかですと、やはり、前が見にくいということももちろんあります。で、ライトがハイビームに、ずっとハイビームの状態で走っているわけにもいかないと思いますので、まあ、そういった場合はロービームにするわけなんですけど、ロービームだとどうしても前がちょっと見えないよねっていう少しこう不安があると思うんですね。まあ、そういった場合は、まあ、こういった設定の仕方もありますし、また高速になりますと煽り運転等もあるので、リアもやはり認識しておきたいということがあると思います。まあ、そういった場合は、まあ、このようにリアということで設定できるわけなんですけれども、やはり同時で使いたいというニーズがあると思うので、まあそういう場合は、やはりこの50対50っていうのが一番おすすめになってくるかなと思います。走る道路の状況によって、前が非常に見にくいということであれば、このようにタップしていただければ、一時的に前に設定を変えることなく、前を映し出すことができますし、今昼間のように前は特に気にならなくて、後ろ、スマートミラーとして使いたいと、後ろの視認性を上げたいという場合は、このようにタップしていただいて、後ろを優先的に見ると、まあいうことができますので、分割表示というのが一番使いやすいのではないかな、ということがお伝えできるかなと思います。それでは、昼間のスマートミラーの見え方ということで、実際にドライブしながらご紹介をしていきたいと思います。特に昼間、一番スマートミラーにとって重要な要素というのは、このモニターの視認性、輝度値になります。で、こちらの NV360 なんですけれども、最近のスマートミラーは輝度値が1200カンデラだったり、1800カンデラだったり、非常に抜光仕様のものが出てはいるんですけれども、こちらのスマートミラーは耐久性を配慮した仕様のものとなっておりまして、数値は具体的には確か公表されていなかったとは思うんですけれども、私のこれまでのレビューを踏まえての経験値でお話をすると、まあ大体600カンデラ前後かなと思うんですけれども、適度な輝度値を誇っているということと、またカメラ自体が今回ナイトビジョンカメラを前後使用しているということで、光がカメラに入りやすく、映像が非常に明るいということで、モニターの輝度値とカメラの映像の明るさがしっかりと融合されて、昼間でも良好な視認性を確保しているのが、この NV360 のスマートミラーの特徴となっております。実際見ていただいても、くっきりと映像が出力されているのがお分かりいただけると思います。昼間、今日は非常に晴れている状況下なんですけれども、周りがこれだけ明るいと乱反射するものが非常に多く出てきます。で、このモニターはこの表面がガラス素材になってますので、ガラスに周囲の状況が映って、モニターの映像自体が暗いと何が映ってるのかどうかっていうのが分かりにくくなる傾向にあるわけなんですが、これはそういったことが一切ないということが実際にドライブ今しておりますけれども確認できるんではないかなと思います。夜間の映像もご紹介するんですけれども、昼間はフロントの視界に関してはもう十分前を向いていればしっかりと情報が入ってくるので、フロントのカメラ自体は特に映す必要っていうのはないということも考えることができるかと思います。まあ、そういった場合は、こちら、タップしていただきますと、こういった形で、後方だけスマートミラーとして使用することも可能であるということで、わざわざ設定を変えることなく、パネルをタップするだけで
切り替えができるので、非常に実用性としても高くて、非常に使いやすい仕様になっております。昼間はスマートミラーとして使用することができて、夜間に関しては、前後、もしくは前方が特に見えなくて、不安であるという方にとっては、前方だけを映し出すということも可能となっておりますので、非常に使いやすい仕様のスマートミラーとなっているのがお分かりいただけるのではないかなと思います。それでは少し早いんですけれども、夕方から夜にかけてのフルナイトビジョンのモニターの見え方ということでご紹介をしていきたいと思います。まず前後ともに、これ今50対50で分割にしてるんですけれども、非常にくっきりと映像が映ってるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。このぐらいの時間になってくると、イメージセンサーの使用によっては、もう高感度ノイズが乗り始めてくるんですけれども、これ見ていただけてお分かりいただけると思うんですけど、全くこのノイズが乗ってない状態、これ今拡大してるんですけど、全く前後ともに高感度ノイズが乗っていないといった状況で、非常にクリアな映像が出力されるというところが、まずこのナイトビジョンドライブレコーダーの大きな注目ポイントになってくるかなと思います。でまた50対50にしたんですけれども、もちろん縮小されますので、非常にくっきり、より一層くっきりと見えるようになるということになります。で別にこれも前後、普段はこの映像で全然いいんじゃないかと思います。前もしっかり見えますし、後ろももちろん車が来てるかどうかということも確認ができるようになっております。モニターの大きさとしては、まあ十分実用性のある大きさになっているということで、視認性がいいものとなっているのではないかなと思います。でもう前、私ちょっと目悪いんですけれども、眼鏡仕様なんですけれども、もう明らかに前の状況というのはしっかりとこのモニターによってより一層見えるようになっていて、このフロントガラスの視界の中にモニターの映像がありますので、見てるこの視界の中にこの映像が入ってくるので、視点の移動量が少ないということから、すごくこのオンダッシュによるメリットっていうのがあるんじゃないかと思います。でさらに後ろもそうなんですけども、ナイトビジョンとなっていますので、高感度ノイズも少なくて、真っ暗闇な状況下であっても、しっかりと後方の映像も映し出してくれるということから、非常に安心感の高い前後フルナイトビジョンドライブレコーダーとして、夜間アドバンテージの高い機能を有しているということを皆様にお伝えするとともに、おすすめできるポイントであるということをお伝えすることができるのではないかなと思います。はい、ってことで今回なんですけれども、アキーヨからリリースされております AKY-MV360、 こちらのドライブレコーダーのラブーン規格になります前後フルナイトビジョンドライブレコーダーのご紹介をいたしました。こちらはもうすでにラブーンのセレクトショップを見ていただきますと購入できるようになっております。 AKY-NV360 の本体、それから AKY-NV360 の専用のフロントカメラ、こちらをセットで購入していただけますと、前後フルナイトビジョンドライブレコーダーとしてアップデートするということが可能となっております。ぜひこちら前後フルナイトビジョンドライブレコーダー、おそらく初となると思いますので、興味のある方はラブーンセレクトショップ概要欄に載せておりますので、一度ご確認をいただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。